この配電技術技能大会は災害時の電気設備の早期復旧を目的に1年おきに開かれています。今日は中部電力パワーグリッド管内の東海3県と静岡、長野からの代表66人が参加し腕を競いました。参加者は強風の中、高所作業車に乗ったり電柱に登ったりしながら断線した箇所を切り離し、正常な電線同士をつないで送電を完了させていました。竜巻についてはいろんな飛来物があります。安全に特に注意をしてですね、復旧をしなきゃいけない。